初代初戦だと思うんですが、はい、今日の初戦のことを振り返っていただきますか。まあ、そうですね、しっかり準備してきた中で重要な初戦だったんですけど、まあ、しっかり選手たちはやってくれましたし、ただもう切り替えて、あと6つでしっかり勝って、自分たちの目標というところは変わらないので、切り替えて次からやります。まあ、暑い中で、先週、今日と FA カップの戦いを終えてから、1週間での試合、選手たちのコンディションはいかがでしたか。そうですね、トレーニングもまあしっかり暑さに慣れるところから、暑さの中でしっかりトレーニングというところは積んできたので、ただその中で自分たちが何をやっていくのかというところは変わらずやってきましたので、準備としてはしっかりやってきました。1週間前の京都 FA カップでは、4バックのシステムになってましたが、はい、今回は3バック、3-4-3のような形でしたけれども、この狙い、変更の狙いについて教えていただけますか。そうですね、まあ、ポルベリーさんの特徴の2トップ、あの9番と28番の選手のところをしっかり抑えるという意味で、明確にするというところで、狙いを持ってやりました。はい、その中で、まあ、先制点を取られて、ハーフタイムに入ったわけですけれども、そこでどんな指示がありましたか。まあ、先制点というのは立ち上がりのところで、まあ、サッカーにはよく起きるシチュエーションですし、慌てずに一つ一つ取り返すというところで、しっかり まずはベースに戻す、まあ、0対0、1対1というところにしっかりまず戻してから、逆転というのではなくて、まずはしっかり一つというところに選手に伝えて、まあ、時間はたっぷりありましたというところを伝えて、はい、最後はあのパワープレーで榎本選手がトップに入れましたけど、これは練習でやっていた形なんですか。そうですね、まあ一応いろんなシチュエーションを考えた中で、ビハインドを追った時にはああいうパターンを考えてトレーニングは積んでいきました。最後にもう試合、週の半ばには FA カップ大事な試合があり、またその週末には次の試合があります。ぜひあのその試合への意気込み、そしてサポーターへのメッセージをお願いできると思います。本当に最初にも言いましたけど、ここからリーグはもうあと3つ、もう自分たちが昇格するためにはここをもう全て勝たないとそこは見えてこないので、その間にある天皇杯も関係なく、もう一つ一つ目の前の試合を勝ち進んで、チームとしても勝ち癖をつけて最終昇格というところをつかみ取りたいと思います。まあ、サポーターの皆さんも含めて、まあ、このような状況下で関西リーグを開催できたことにまずしっかり感謝を、いろんな方に感謝を、気持ちを持ちながら、サポーターの皆さんにおいてはしっかり次から笑顔を見せられる、また切り替えていきます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。こちら、東京都 AC、社長、添田隆さんにお越しいただきました。まずはあの、この関西リーグ、新型コロナウイルスの問題がだいぶ伸びてしまいました。はい、チームを経営される、まあ、クラブを経営される立場として、どうでしたか、この延期された状況は。そうですね、まあ、いくつかあったんですけど、一番はあのどうしてもリーグが開催している日常が今までずっと当たり前だったものですが、こう開催してない中でクラブを運営していくですとか経営していくっていうとか、日々 そのスタッフ含めて何をこう目標にやっていったらいいんだろうかっていうところがすごく、まあ、あったので、そういう意味ですごく当たり前に試合がやっていた環境の、まあ、ありがたみですとかっていうところをすごく感じましたし、そういうところはすごく今日も試合がこう無事にできたことにまず感謝しないといけないんですし、すごく感じましたね。そのおかげでリーグもすごく短期になりましたけれども、はい、クラブを経営する側としてはこの7試合のリーグ戦というのはどうですか。そうですね、あのリーグ戦が一般的にですけど、短縮すればするほど紛れが起こりやすいというか、下克上というか起こりやすいということなので、僕らは3年連続1位決勝も出させていただいてっていう形で、もある意味あのリーグでも上の方と見なされている僕らにとってすごくレギュレーションじゃ嫌だなとは思いますね、素直に、はい、確かにそうですね、不確定要素だと、はい、経営する上ですね、まあ、不確定要素という意味で言うと、あの観客を入れるか入れないかというところも非常にこう、はい、やっているところもあれば入れていないところもあれば、はい、会場によっても違う、そういうところのこう、目算というか、はい、もうこれからお越し屋さんどうされていくのか、ちょっと、まあ、簡単でいいんで、はい、教えてもらえますか。そうですね、観客の方にもちろん見ていただきたいというところはあるんですけれども、万一のことが起こってしまったら、それこそ試合自体ができなくなってしまうということもありますし、それのあたりはかなり慎重に判断していかないといけないので、どうなるかというのは正直、まあ、あんまりわからないですとか、まあ、あの正確に言えないなというところが正直なところです。はい、あの練習は、まあ、非公開でやられていますけれども、
その中でもいろんなことに気をつけて。そうですね、基本的にボトルは1人1本、あの専用ボトルを飲んだりですとか、基本的に密集した中でのミーティングっていうのはやらずに、基本的に青空までのミーティングをしてたりですとか、そういういろいろ細かいところですけど、気配りながら練習をしています、はい、ありがとうございます。本当に大変な中だと思いますけれども、しかも試合も今週に半ばには FA カップが、はい、そして関西リーグも詰まった中で行われます、非常に大変な中、あのサポーターも非常に期待していると思うので、はい、最後にメッセージお願いできますか。はい、いつも応援いただいてありがとうございます。あの開幕戦今日残念ながら負けてしまったんですけど、ここであのしっかりと立て直すことができるかできないかっていうところが今年のチームを勝敗すると思いますし、こういうあの厳しい局面っていうのはやっぱり2017年から3年連続準決勝に出る中ですごくあった局面だと思います。逆にこういうことをチームとして乗り越えて、まあ、いけなかったらあの、まあ、昇格もないと思ってますので、あのクラブの全員のみならずファンサポーターの皆さんとも力を合わせて全員であの乗り越えていって昇格目指して一試合一試合勝っていければと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。成長の糧にできるように。はい。ありがとうございました。横信康京都 AC 社長、添田隆さんでした。